1999年、愛知県名古屋市で一つの事件が発生しました。現場には多くの遺留品が残されていたのにもかかわらず、犯人にたどり着くことはまだできていません。当時、現場では一体何が起こっていたのでしょうか。今回はその事件に関する情報をまとめていきます。後に事件の被害者となる女性、高場奈美子さんは一家の長女として生まれました。その後妹が生まれたことで、一家は両親に娘二人を合わせた4人家族になっています。しかし、奈美子さんが中学生の頃に両親が離婚してしまいます。それから彼女は母親に育てられました。無事名古屋市内の高校にも進学し、充実した学生生活を送っていた奈美子さんは卒業と同時に製造関係の会社への就職を決めています。そこで社会人としての経験を積んだ後、彼女は不動産会社への転職を果たしました。そこで奈美子さんは一人の男性と出会います。その男性というのが後に彼女の夫となる人物でした。職場で出会った二人はしばらくして恋愛関係になり、1995年7月7日に入籍しています。このタイミングで奈美子さんは寿退職し、それからは専業主婦になったようです。そして結婚の2年後に夫婦は息子を授かり、一家3人での生活が始まりました。奈美子さんはしっかりとした女性で、妻としても母親としても立派な姿を見せていたそうです。近所付き合いなども問題なくこなしており、トラブルに巻き込まれたりすることもありませんでした。そのようにして何の問題もないまま高場家は順風満帆な生活を送っています。そして1999年になり、結婚生活4年目を迎えることになりました。奈美子さんはこの年も親子3人で幸せに過ごせるだろうと考えていたはずです。しかし、その願いは一人の女によって打ち砕かれてしまいます。事件が起こったのは1999年11月13日のことでした。この日の午前9時ごろ、夫が不動産会社に出勤していきます。それを見送った奈美子さんは友人に電話をかけました。どうやら数日前に高場家の車が傷ついてしまったらしく、その修理を頼んだ先が電話の相手の旦那さんだったそうなのです。奈美子さんは修理の件について少し話をした後、電話を切ってどこかに出かけています。この時彼女がどこに出かけていたのかは不明ですが、アパートのポストには9時半に配達員が訪れたことを記した不在表が入れられていました。次に奈美子さんの姿を確認できたのは11時10分のこと。彼女が息子を連れて病院にやってきました。どうやら前日から長男が体のかゆみを訴えていたらしく、翌日になったら病院に連れて行くことを決めていたそうなのです。そうして病院での診察を受けた二人は11時40分までにアパートへと帰宅しています。帰ってきた奈美子さんらのことを車の修理に取り組んでいたママ友の旦那さんが目撃していました。その数時間後、高場家が住んでいるアパートの大家が自宅の庭で採れた柿を住人に配るために各部屋を訪問し始めます。大家は順々に部屋を訪ねていき、午後2時頃に高場家が住む部屋の前に到着しました。そして中にいるであろう奈美子さんに声をかけるのですが、応答はありません。いつもなら自宅にいるはずなのにと不思議がりながら大家がドアノブに手をかけてみると、鍵が開きっぱなしであることに気がつきます。そこで試しにドアを開けて中の様子を伺おうとしました。そうして開け放ったドアの先に広がる光景を目にした大家は言葉を失います。なんと、そこには血を流して倒れている奈美子さんの姿があったのです。あまりの衝撃に絶句していた大家ですが、すぐに我に返って通報を入れています。当時まだ2歳の長男は子供用の椅子に座らされていました。アパートでの異変に気がついたのか、少しして奈美子さんのママ友でもある住人の女性が事件現場となった部屋のある階に降りてきます。そこで大家が彼女に地震が目にしたものを説明しました。話を聞いたママ友は奈美子さんの夫が勤めている会社に連絡を入れた上で一人残されていた長男を預かってくれたそうです。その後、通報を受けた救急隊員がアパートに到着しました。しかし、この時点で奈美子さんはすでに息を引き取っていたのです。そして倒れ込んだ彼女の首には切りつけられたような傷がつけられていました。仕事で会社の外に出ていた奈美子さんの夫には、奥さんが倒れたという話だけが報告されています。そのため当初彼は本件が事件であると知らずにいたそうです。しかし家に着くと、そこでは現場検証が行われていました。その時になって初めて夫は奈美子さんが何者かに襲われた可能性があるということを知ったのです。彼はあまりの衝撃的な出来事に愕然としたことでしょう。その間も警察による現場検証は進められていきました。
そして室内からは犯人の存在を裏付ける数多くの証拠が発見されたのです。まずは現場となった室内の状況を見ていきましょう。第一発見者の大家が室内に入った際、テレビはつけっぱなしになっており、テーブルにはふやけたカップ麺が置かれていました。このことから、病院での診察を終えて午前11時40分に帰宅した奈美子さんは昼食としてカップ麺の用意をしていたことがわかります。帰宅してからカップ麺にお湯を入れたりするまでの間に多少の時間があったことを踏まえて計算すると、12時頃までは無事だったはずです。そして柿を持った大家が高場家を訪れたのは午後2時頃でした。以上のことから、事件が発生したのは昼12時から午後2時までの間だと言えます。この空白の2時間に犯行が行われたのです。また、テーブルの上には乳酸菌飲料のパックが飲みかけの状態で置かれていました。夫の話によると、この飲料は高場家で飲まれていないものだそうです。製造番号から、販売先は現場から約35キロ離れた西三河地区内の店舗だということが判明します。ただ、犯人が持ち込んだものなのかまでは分かっていません。続いて遺体の状態です。うつ伏せに倒れていた奈美子さんの額にはコブのようなものがありました。致命傷になったのは首の傷だったようですが、その他に抵抗した際にできる防御創があることが分かっています。なお、凶器になった刃物は発見されませんでした。ただし、別のもので犯人につながる手がかりが見つかっています。現場から離れる際に犯人は血痕と靴跡を残していたのです。DNA 鑑定により、犯人が40代から50代の中年女性で、血液型が B 型であることが判明します。また、靴跡から犯行時に履いていた靴が24センチメートルの韓国製婦人靴であると突き止められました。玄関先で見つかった血痕については、奈美子さんと争った際に怪我をしたのだろうと考えられています。血を落とさないためなのか、室内で手を洗った形跡が残されていました。ですが、それで血が止まることはなかったようで、血痕はアパートの外にまで続いています。捜査員がその後を追うと、それは現場から約500メートル離れた稲尾公園付近まで続いていることがわかりました。犯人がこの公園の蛇口で再度手を洗った痕跡も発見されています。その後、犯人は住宅街に逃げ込んだようです。それから警察が聞き込み調査を行うと、犯人らしき人物を目撃していたという人物が二人名乗り出てきます。二人の目撃者は犯人が手を洗ったとされる稲尾公園付近で怪しい人物を目撃したそうです。しかし、二人が証言した不審人物の服装は異なっていました。一人が上半身ピンクの格好だったと証言したのに対し、もう一人は上下とも黒い服を着ていたと証言したのです。そのようにして両者の目撃証言は服装という点で差異があったものの、女の人相は一致していました。また、上下黒の服だったと証言した人物は、犯人らしき女が片手を握るように押さえて立っていたとも話しています。この行為が手の傷を抑えるためのものだとするのなら、辻褄が合うことになるのです。この他に、目撃情報ではないものの、不審な音を聞いたという証言が残されています。近所の住民が午前中に被害者宅で人が争うような物音を聞いたとしているのです。ただ、その後に奈美子さんは息子を連れて病院へと向かっているため、この時に被害に遭っていた可能性はありません。また、別のアパートの住人は午後1時までの間に高場家でタンスを動かすような大きな物音が鳴り、その直後にアパートの階段を駆け下りる足音を聞いたと説明しています。この階段を駆け下りた人物が犯人だとするのなら、犯行は奈美子さんが帰宅してカップ麺のお湯を入れたりした後の昼12時頃から午後1時までの間に起きたことになるでしょう。犯人が室内を物色した様子がなかったことから、警察は怨恨の線で捜査を進めていきます。捜査員は高場夫妻の交友関係を徹底的に調べ上げました。しかし、夫婦を恨む理由がある人やトラブルを抱えている人は誰一人として見つからなかったのです。ただ、直接的ではないものの、間接的に奈美子さんへの恨みを持っていた人がいる可能性が囁かれています。というのも、彼女の母親には詐欺を働いて被害者から金を騙し取っていた過去があったのです。このことから、犯人は奈美子さんの母親に騙された被害者なのではないかという声も上がることになりました。その他、外国人の犯人が人違いで奈美子さんを襲ったのではないかという意見も存在します。犯人が韓国製の靴を履いていたことから浮上したのがこの説です。漢字を読み慣れていない外国人が極度の緊張状態と焦りの中で表札の文字を読み間違えたのではないかと推測されました。確かに、
過去には人違いで別人が襲われた事例が存在しますし、頭に鷹という字がつく名字は珍しくありません。しかし結局はこの推測から犯人につながることもなく、捜査が進展を見せないまま事件発生から20年以上が経過してしまいました。現在も本件は未解決のままです。いかがでしたでしょうか。幼い子供の目の前で母親が襲われた事件、捜査を担当した愛知県警は本件を捜査特別報奨金制度の対象として、犯人検挙や事件解決に結びつく情報を提供した者に300万円を支払うと発表しました。情報提供は捜査本部がある愛知県西警察署で受け付けていますので、何か情報をお持ちの方はそこに連絡していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。